クスワーゲン池上です。新型コロナのご説明をあと1回だけさせてください。以前コンフォートラインとハイラインの装備の違いを説明いたしましたので、今回は内装の違いをご説明いたします。まずシートですが、コンフォートラインのシートはハイラインのシートに比べて少し柔らかくなっております。続きましてハイラインのシートですが、スポーツコンフォートシートを使用しております。コンフォートラインより少し固めでしっかりホールドしてくれるスポーティーなシートです。またデザインも少し違います。続きましてインパネです。実はインパネの色も少し違うんです。こちらはコンフォートラインのインパネです。続きましてハイラインのインパネも写しますので、少し分かりにくいのでよく見ていてください。こちらがハイラインのインパネです。お色も違うのですが、光沢があるので少し高級感を感じられます。続きまして室内灯も違います。こちらはコンフォートラインの室内灯です。こちらがハイラインの室内灯です。ハイラインの室内灯は LED です。それからハイラインには標準装備でプッシュスターターがついています。プッシュスターターがついているということは、スマートエントリー機能もついています。ちなみに豆知識ですが、コンフォートラインとハイラインでは鍵が少し違うんです。緑のタグがハイラインの鍵です。今回もフォルクスワーゲン池上の動画に最後までお付き合いいただきありがとうございます。コンフォートラインとハイラインの違いについて分かりましたでしょうか。ショールームにはコンフォートライン、ハイラインともに展示しておりますので、